なんか、こんばんは。一緒に神様礼拝していきたいと思います。聖なる御名、あがめます。栄光はどこまで受けるべきか。聖なる主よ、ああ。
13番詩から谷川を伝え上げるように私の魂の詩を伝え上げます、実際にイスラエルとこの出来事を普通に見ることができます。鹿がエンゲリのような荒野の中で泉が湧く場所に行って水を飲む理由があります。一つ目は喉が渇くから、水が必要だから飲む。もう一つはその水に体を浸して体を洗うことで体の匂いを消して自分より強い敵から自分を守る、発見されにくくなります。私たちも池の水である聖霊から水を飲んで、そして潤していただくとともに、この世の力、悪魔の力、罪の力が触れることができない主の臨在の中に入っていくことができるように、そんな思いで今賛美をしましょう。ありがとうが誰の知らぬ
たちは何か自分を元気にしないことを数え、自分の欠点やまた人を批判したり人の欠点を探して数えてしまうことがあるかもしれません。でも私たちを元気にし、神が願っていることは、神がしてくださった良いこと、神が天のあらゆる祝福を持って私たちを満たしてくださっている。私たちが感じなくても見えなくても神の祝福がある。救われたこと、また小さなところでは1週間守られたこと、一つ一つ数えながら参加していきたいと思います。望みの契約のように望みを消えゆくまでに、この嵐に流れる時、数えてみよしのめずに、まだ心が好きと
ような149番。神の恵みは朝ごとに新しい。愛歌3章23節にそう書いています。まあ、文明の発達によって、生の魚とか肉が、長期間保存できるのです。冷凍保存ですね。まあ、あるお母さんはですね、まあ、忙しいので、食事を貯めてたくさん作って、そしてタッパーに入れてそれを、月曜日に出し、火曜日に出し、ちょっと一日飛んで木曜日に出し、また土曜日に出す、そういう人がいるかもしれない。それは別に悪いって言ってるわけじゃないですね。神の恵みはそういうことはないんですね。神の恵みは朝ごとに新しい、朝ごとに新しい。今日も新しい恵みを神様は与えてくださることを感謝したいと思います。主の愛がとこしえまでその
流れを慕う鹿のように、鹿が池の水、池の水、動いてる水、生きてる飲める水、それを求めたように、下へ求めたように、私たちは神を求めます。今週1週間振り返ってみて、もし目に見えない神様よりも、私たちが慕ったものがあったならば、それを振り返りたいと思います。私たちは何よりも神を慕い、そして神を大事にしたいものです。その優先順位が間違えると、人は悩み、精神的に壊れ、人生がうまくいかなくなります。今日、もう一度、お金や名誉や人からどう見られるか、人の目、またこの世の価値観を、神よりも大事にしたならば、それを神様ごめんなさい。もう一度、あなたを大事にしたように、私を導いてくださいと祈っていきましょう。そして神を求めて、神が私たちの心を満たしてくださるように、しばらく祈って礼拝にさらに進んでいきたいと思います。しばらく祈りましょう。いつも神を求め、絶えず祈り、イエスの父によって生きる主を清めた私たちをあなたの喜びであふれさせて回復させてください。これからあなたを礼拝します。感謝します。主イエス様の名により、これから感謝して祈ります。アーメン。では皆さんご起立ください。一緒に少しずつこれは、パコンと出たり、また中に入ってます。ご覧ください。天地の作り主神を信じます人の私へと
3番の申せの実会から一緒に告白したいと思います。信仰の告白には力があります。申せの実会3番3杯。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたは、あなたの神、主の皆を未来に唱えてはならない。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。あなたの父と母を敬え、殺してはならない。堪忍してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対し、偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。アーメン。4番、ヤベツの祈り。これも告白しますか。はい。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。アーメン。お祈りをいたします。心を合わせてください。天の父なる神様、ありがとうございます。この日曜日夕方になりましたが、私たちはただあなたを礼拝するためにこの場所に来ました。神様、一人一人がどうぞ神を慕い求める中で、神様と出会い、今日抱えている問題が解決する、病が癒される、あらゆる困っていることが解決するばかりではなくて、聖霊に満たされて一人一人の人生が新たに変えられる夕べとなりますよ。神様、どうぞお与えください。このただ中におられる聖霊が一人一人に触れてください。お働きください。聖霊が一人一人を満たしてくださいますようにお願いいたします。感謝を捧げます。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、こんばんは。今日も一緒に神様を礼拝していきましょう。今日の日曜日を、パームサンデーと言います。シロの主日ですね。シロの主日、一緒に言ってください。はい。シロの主日、シロの葉を切って民衆がイエス・キリストを王としてお迎えした、そういう出来事が2000年前にあった。そのことを記念しているんですね。しかし、この王様イエス・キリストは人々から崇められ、また人々を支配する力で治める王ではなく、このお方は柔軟のしもべである。人々に踏みつけられ、また罪の塊となって十字架にかかって死なれました。人々を政治の力で救うメシア、救い主ではなく、このお方は十字架にかかって死んで人を救うお方なんですね。この方を今日私たちはお迎えしたいと思いますね。白の葉を私たち持っていませんけど、イエス様をお迎えする人はアーメンと言ってください。アーメン。今日この場所にイエス様がおられます。私たちが礼拝する、それはもう神だけを見上げていく、もう神中心です。人間の集まりではない。でも私たちは人間の集まりでもありますよね。で、聖書は神を愛し、また神を大切にしなさい、それが第一ですよ。しかしそれと同時に、第二に、人を愛しなさいって言うんですね。どうやったら人を愛することができるか。先週は教会の一致ということについてお話しました。教会が一つにならなきゃいけない。イエス様は十字架にかかる寸前までそれを祈っておられます。
皆さん、教会の一致が大切です。それは、牧師と共に皆さんの仕事である。で、そのためにどうしたらいいか。お互いの違いに目を向けるのではなくて、共通点に目を向けなさい。つまり、私たちは、一つの神、一人の神を信じ、一つの洗礼を受け、また一つの希望、そして信仰を持って、そして同じ天国に入っていくんだ。私たちはそのことを思いながら、違いに目を向けるのではなくて、共通点に目を向けましょう。2番目は、理想を追求しなきゃいけない。教会において理想を追求しなきゃいけない。しかし、人間は罪人です。教会は罪人の集まり。だからその現実に目を向けて、なぜ離婚が起きるのか。それは 理想と現実のギャップがあるからです。もう結婚にすごいもうね、憧れてね、いやーもう結婚したらこうなんだ。そしたらもう旅行から帰ってきたらびっくりですね。もう、とんでもない人と結婚しちゃった。しかしですね、それは誰でも経験する、そして現実の相手を愛さなきゃいけないの。皆さん、教会で現実を見て目の前にいる人を愛していく、これが一致の秘訣です。3つ目、批判をやめましょう、ね。まあ、あの人はどうだとか、あの教会はどうだとか、比較したり、あるいは、いいとか悪いとかいうのをやめましょう。4つ目、噂話に耳を貸すな。噂話が好きな人もいるんですね。皆さん、それはやめましょう、ね。そういう話はやめましょうよ。教会ぶっ壊すのはね、外の人じゃないんですね。中にいる人が、あんな噂話をしてぶっ壊すことになる。そして問題があったら、5番目、神の方法で解決しましょう。ね、罪のある人も一対一で、その人に注意する。ダメなら2人、3人、そしてダメなら、異信者のように扱って、罪を除いていく。最後、牧師やリーダーを支えてください。そのことによってね、一致が保たれていきます。まあ、先週はそんなお話でした。今週はですね、やっぱり人間の部分には目を向けていくんですけど、エマオの途上、エルサレムから、まあ、10キロほど離れたエマオの町に70人の弟子たちが、の2人が、歩いていた、まあ、そういう出来事ですね。それが先週です。イエス様の復活を私たちは思い、まず聖歌172番を今日も賛美していきたいと思います。墓の中にですね、皆さんこの、説教予約を開いてください。上の方ですね、172番いきます。墓の中にいとひくく葬られたり、あがしゅよみよりたえり、死と悪魔に勝ちし、君こそ勝利の主なれ、君こそ誠の主なれ、褒めよう、イエスを、我らの神を。アメン。今日の聖書箇所は、ルカ24章25から35。続いて聖書を開きます。まあ、聖書を開くというのも、説教予約を見てください。ルカ24の25から35。上の方ですね、表面の上の方、一緒に読んでいきます。はい。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのかですか。それからイエスはモーセ及び全ての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼に解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先に行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、
そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたからと言って無理になったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。一日お話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一弟子とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。エマオの登場。70人の弟子のうちの2人、1人はクレオパ、1人は名のない弟子。この2人がイエス様が死んだことをがっかりして、そして自分の故郷へ歩いて帰ってたんですね。その故郷はエマオです。その途上でイエス様と出会って、そしてイエス様の話を聞いた、まあ、これが先週までの出来事ですね。今週はそのイエス様のお話、解き明かしについてまず第一に見ていきます。25節。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及び全ての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。イエス様は優しく戒めたんですね。まあ優しくつっても、ああ愚かだな、許してるんですけど、あなたは愚かだ、なんで預言者たちが言ってたのに信じなかったのか、心が鈍い、まあ悲しみながら心を痛めながら、しかし許して優しく語られた。でこのですね、預言者たちの言ったことっていうのは何か。預言者たちっていうのは、創世記の最初から5つのモーセ五章のことですね。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記。実はこの5冊というのはもともと1冊なんですね。それを5つに、分割した、まあ、おそらくモーセが書いたんじゃないか、だからモーセ五章って言われるんですけど、イエス様はこの旧約聖書、モーセ五章などを通してご自分を明らかにされた。なんで新約聖書を使わなかったんでしょうか。新約聖書この当時ありませんでした。旧約聖書を使って驚くようなメッセージを語ったと思います。今日皆さんもですね、イエス様がセミナーをやる、聖書の話をしてくれるって言ったら、私はもう飛んでいきますね。押しのけてね、ごめんごめん、もう新大久保でですね、人がいっぱいでね、疲れてね、もう急いでるのにもう動かないからね、時々ちょっと押しのけて、ね、慌てていくことがあります。まあそんな慌てていって、昨日ね、電車の中にギターを置き忘れてしまって、まあ落ち着いてゆっくりしたってね、あまり変わらないんですけど、もし私はイエス様がいたらね、押しのけます。まあ伝道するだってそうですね、もう早く行きたい。イエス様が皆さんお話ししてくれるとしたらね、皆さんもそうじゃないでしょうか。イエス様の話聞きたいですよね。いやーテレビ見た方がいいですまあ、そういう人がいたらね、もっと信仰を深めてください残念です、今は聞けませんイエス様の話を。言葉で、本の文章でしか読めない。しかし皆さんそうじゃないんですね。聖霊が働いて、今日も聖書をイエス様が解き明かしてるんです。今日この場所で皆さんはイエス様の言葉を聞いてる。残念じゃないんですね。イエス様は旧約聖書を使って、その中からご自分を解き明かされた。もし私たちがユダヤ人に伝道するとしたら、
旧約聖書を使うといいですね。私はイスラエルの帰り道、飛行機の中でユダヤ人たちに伝道したことを思い出します。イエス様は旧約聖書を使って、これは私のことを言ってるんだ、そのように語られました。これを聞いたのはですね、70弟子の2人ですね、クレオパともう一人の人でした。2番目、イエス様を招きました。イエス様はですね、招かない限りとどまることをされないということを聖書は教えます。28節、彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って、無理に願ったのでイエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。エマオの途上で70弟子の2人とイエス様は一緒に歩きながらこの話を聞いていた。でもエマオに着いたんだけど、イエス様はさらに先に行こうとされた。だからイエス様を引き止めたっていうんですね。皆さん、イエス様はですね、招いて来てください、お願いしますと言われない限りね、来てくださらないんです。いや、厚かましくないって言ったらいいんでしょうかね。もうね、厚かましく、そういう人もいますけどね、イエス様は招かない限り来ない。今日私たちの心の中でもそうです。イエス様来てください、私の心の中にお入りください、そういうふうに招かなければ入りません。皆さん、どうぞ心の中に今日イエス様来てください、そのように願うじゃないでしょうか。一緒に言ってください。イエス様、私の心に来てください。さん、はい、イエス様、私の心に来てください。アメン。今日イエス様が一緒に来てくださることを感謝いたします。そしてイエス様と交わるんですね。ここに力がある。第3番目、次いきますよ。イエス様を招くだけじゃなくて、今度は主人になっていただきましょう。30節、彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。イエス様にお客さんとして来てもらうんだなんてね、主人として来てもらう。皆さん、自分の家ではね、自分が主人ですよね。だけどイエス様に主人になってもらうってことだ。それが秘訣ですね。イエス様は主人としてパンを裂かれたって言うんですね。でも今までね、この70弟子の2人はそれがイエス様だって分かんなかった。さっぱり分かんない。でもそこでイエス様を主人として迎え、その主人となったイエス様がパンを裂いて、その姿を見ていると、ああ、そういえばイエス様じゃないですか、この方は。そのパンを裂く姿を見て心の目が開いたんです。まあ、もしかしたらね、イエス様は5000人の給食を5つのパンと2匹の魚で養った、あの時の姿、あるいは最後の晩餐でイエス様がそのパンを裂く姿を思い出したんでしょうね。皆さん、そのイエス様だって分かった時、イエス様消えちゃったっていうんです。イエス様だと分かった瞬間にイエス様は消えてしまいました。皆さん、イエス様の体っていうのは私たちの体とは違うんです。もともとは同じ体だったんですよ。復活したイエス様の体は4次元というか、私たちの体とは違う。例えば食事はできます。でも壁をスーッと抜けて、そして空間移動できる。やがて私たちもね、そういう体になってね、天国へ入るんです。しかし、なぜイエス様は消えてしまったのか。皆さん、イエス様を信じたらもう見える必要はないからです。皆さん、私たち信仰というのはそういうもんですね。見えないイエス様を信じている。見えないイエス様を信じれる人にはもうそれだけで十分なんです。時々こういう人がいますね。先生、私は神の声を聞きました。実
実は神の姿を何回も見てるんです。なんか自分がね特別にね偉い霊的な人であるかのようにね自慢をする、まあ何かがずれてるかなって私は感じるんですけど、まあなぜならね、なぜ見えるのか、その人の不信仰だからね、信じられないからね、神様が憐れみで見せてくれた、それをねありがとうございます言えばいいのにね、なんかすごい偉い人のようにね思ってしまう、皆さんそういう人いたらねちょっと注意してください。皆さん見えないイエス様を信じるように祝福します。これが大切なんですね。今日皆さんは説教を聞いてます、礼拝してます。この中で目に見えないですけどイエス様が語っておられると信じてください。またこの後聖餐式をしますけど、目に見えないイエス様がそのパンを裂いてください。それは自分の体が裂かれたということを示してくれてるんですね。皆さんそのことを信じましょう。目に見えないけどイエス様はここにおられます。大切なのは信じて主になっていく、主人になっていく。皆さんこの方を主人としましょう。人はみんな罪人だから自分が主人で自分が決めたいんです。自分が思うようにしたいんです。でもそれを譲る、あなたの御心のままに、皆さんそれがイエス様を主とするということですね。4番目いきます。弟子たちは心を燃やされたっていう体験を思い起こしました。32節、そこで2人は話し合った。日々お話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちは心の内に燃えていたではないか。皆さん心が燃えたっていうんです。皆さんそういう経験ありますか？説教を聞いて、あるいは聖書を読んで心が燃える、つまりそれはイエス様を教師として先生として聞いたから、そのお方の言葉を受け入れたから心が燃やされた。皆さん私たちはね、何か面白いおかしい話を聞きたいんじゃないんです。聖書を知りたいんです。イエス様は本当の聖書の意味はこれだ、そう語ってくださった。その時にイエス様は語られた言葉を通して弟子たちの心を燃やしてくれた。まあ、つまりね、どうやったら心燃えるかっていうと、まあ、説教を聞いていてね、その牧師が好きだとか嫌いだとかね、そういうことを除いて、聖書通りならアーメンと言いましょう。皆さんいいですか？牧師が聖書通りに語ったらアーメンと言ってください。その時心が燃えるんです。ね、素直な心、従順な心です。ところがね、牧師が面白い話してね、いやーこの人面白いな、でも聖書と違うこと言ってるな、皆さんその時にアーメンって言っちゃダメです。聖書から外れた話を聞く、信じるところから信仰は壊れ、痛みが始まっていくんですね。だから日本ではね、誰が語るかが大切ですよね。簡単な話でもね、偉い経営者が言えばね、おー先生がそう言われるならそうなんでしょう、目を丸くして聞きます。しかしね、若造がやってきてね、同じこと言ってもね、バカ言うんじゃないよ、うるさい、黙って引っ込んでなさいってね、まあ、言われてしまうのはオチです。日本では、人間の世界では何がじゃなくてね、誰が言うかが大切です。でも皆さん、聖書の世界では誰が語るかじゃない、何が語られるか。皆さん聖書が語られるならアーメンと言ってください。そうしたら心が燃えるんですね。5番目、心燃えた弟子たちは信仰が回復してエルサレムに戻っていた。33から、すぐさま2人渡ってエルサレムに戻ってみると、重視人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。二人の弟子たちは信仰が回復したんです。信じたから、アーメンと。皆さんこれだけでいいんです。聖書に同意する、
信じます。信仰が回復したらすぐにエルサレムに戻っています。まあ、彼らはですね、信仰が壊れて堕落したのでエマオに戻ってきていました。下っていました。しかしもう一度信仰が回復してエルサレムに戻りました。そうするとどういうことがあったでしょうか。そこには11使徒が集まっていました。なんで11使徒かというと、イスカリオテのユダがイエス様を裏切って自殺したから、いないから、11人ですね。そこで11人の人たちはペテロにイエス様が現れたんだ、そういう話でね、もう盛り上がってました。いや、シモン・ペテロが見たって言うんだよ、すごいよ、イエス様生きてたんだ、本当だった。でそこにやってきたクレオパともう一人の弟子も、いや僕たちも実は見たんだよ、僕たちがエマオに向かって歩いてたらね、イエス様が近くへ来て隣に来て語ってくれたんだよ。そのイエス様の言葉を聞いてるうちに心がだん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 燃えて信仰が回復したんだよ。皆さん、これですよ。聖書を聞いてそれに同意する、アーメンという。皆さん、その時に皆さんの心が燃え、皆さんの信仰が回復する、熱く今日燃やされますように、イエス様の皆で祝福します。アーメン。結論話します。今日の結論4つ。1つ目は、まずイエス様が女性たちに現れた順番ですね。女性たちにまず現れた。一番最初に現れたのは、マグダラのマリア、罪深い、汚れた女性、でも許された愛された女性でした。まずはマグダラのマリアに現れ、続いて女たちに現れた。当時はですね、女とか子供っていうのは数に入らないんです。人口調査するときに成人の男の数だけを数えた、まあ、そういう文化の中でイエス様はあえて女性を一番大切にしたんです。皆さん、これすごい驚くべきことなんです。当時の文化の中でパウロはこう言っています。第一コリント 1-27 から、しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の富に足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたんです。これは神の御前で誰も誇らせないためです。皆さん、ここに福音があるんです。女たちよりもね、ペテロが一番最初だったら、この世と同じじゃないですか。この世は偉い人が一番なんです。しかし、イエス様は、そのこの世の原理とは違う、一番力のない、見下されているものを一番にしたんです。だから人間の考えと神の考えは違うんです。神様はだから私たちも愛されたんです。皆さん、私たちはそのようにして選ばれたんだってことを忘れないで感謝していきたいと思います。どうぞ自分を蔑まないでください。だからといって高ぶってはダメです。神が私を愛してくださったことを感謝していきましょう。2番目、続いてペテロに現れたんですね。ペテロは初代教会の指導者、牧師になりました。監督になりました。だからペテロに現れる必要があったんです。イエス様がこのペテロに現れたことで、見た他の人たちは、ああ、この人が先生になるんだ。イエス様はそういうこともあってペテロに現れてくれました。でも本当の理由は何でしょうか。本当の理由はイエス様はペテロを癒そうとしたんです。ペテロは失敗して裏切って、そして傷ついてたんです。もう俺はダメと思ってた。そのペテロに近づいて、そして許して、そして励まされた。皆さん、心を傷ついて心が病んでる人がリーダーになれません。だからペテロにの心の傷を癒すためにイエス様はペテロに近づかれた。皆さん、今日心に
励ましが必要な人、癒しが必要な人にイエス様が近づいてくださいます。皆さんイエス様をお迎えしましょう。3番目、クレオパさんに現れました。これは先ほどから話してます70弟子の2人のうちの1人、後にこのクレオパはエルサレム教会の牧師になりました。ヤコブは剣で殺されて殉教した。その後にクレオパが牧師になりました。彼はですね、イエス様を信じたユダヤ人を導きました。まあ、当時全部がユダヤ人でしたからね、みんなユダヤ教、その人たちがイエス様を信じるようになった。クレオパはそのイエス様を信じたユダヤ人を導いた。イエス様は予言したんです。このエルサレムは陥落する、滅亡する。なんともう70年に、数十年後にそれが実現してしまった。エルサレムは占領されます。そこからユダヤ人たちはみんな逃げていた。でそのエルサレムが占領された時にクリスチャンを導いたのがクレオパでした。皆さん、このクレオパはその人たちを誰一人命を落とすことなく導いた人なんですね。すごい人です。でもすごい人ですけど、実はクレオパも数に入らない小さな人でした。皆さん、そういう人を神様は用いられるんです。クレオパはすごい人だから用いた。何にも理由は書いていません。神は小さなものを選ばれた。皆さん、今日私たちこの小さな教会の中で神に用いられて、そして世界を変え、このイエス様を全世界に伝えていく人が出ると信じます。私ではありません。そんなこと思わないでください。あなたです。神様はそのようにあなたを用いたい、そしてあなたを招いているんですね。最後4番目、今日イエス様の声を聞いたら応答しましょう。無視しないでください。バジ豆腐とかね、聞いて、聞き流しちゃダメです。ガチッと心に受け止めてください。皆さん、神の言葉を聞くっていうのは、聞いて、従うことを聞くというんです。もし皆さんがね、聞いて、聞き流してしまったらね、聞いたことにならないんです。エマオに向かっていたあのクレオパトもう一人の弟子は、イエス様に従って弟子になった。まあ、それは70弟子の一人でした。彼らはイエス様を捨ててこの世に戻ろうとしていました。だからエマオに向かって、エマオの途上でイエス様と出会って、そして信仰を回復してエルサレムに戻ったんです。皆さん、今日私たちの心が堕落して、もし神様第一でなかったとします、今まで、それでも今日チャンスがある。私はイエス様についていきます。イエス様来てください。皆さんがそのように応答するなら、皆さんもね、あの弟子たちのようにエルサレムに戻ることになるんです。どうぞ今日皆さん、罪に背を向けましょう。世に背を向けましょう。悪魔に背を向けてイエス様に立ち返っていきましょう。そしてどこまでもイエス様についていく、そのような人生を歩んでください。皆さん、どうしたらいいんでしょうか。信仰の ABC に帰っていくことです。信仰の ABC って何でしょうか。まず第一に、 A は日曜日の礼拝を大切にすることです。皆さん、この礼拝より大切なものがあってはいけません。皆さんにとってこの礼拝が一番大切でしょうか。 B、 祈ること、聖書を読むことです。どうぞ祈って聖書を読みましょう。C、 交わり、伝道することです。皆さんがそこに立ち返ってくるときに、ね、皆さんの人生は豊かになります。皆さんの人生は自動的に祝福されます。神と共に歩んだらね、祝福してくださいなんて言わなくても自動的に祝福されるんです。しかし自分の考えでね、策略的にこううまくやっていこうと思ってもね、うまくいかないようにできてるんです。
皆さん今日神の前に膝をかがめ、神様、あなたについていきます。私を許してください。私を愛してくれてありがとうございます。皆さん今日イエス様に立ち返るように、主イエス様の皆で祝福します。お祈りいたします。天のお父様、どうぞお一人お一人が今日のこのメッセージを聞いて、心燃やされたクレオパトモシの弟子たちのように心燃やされ、またイエス様を迎え、イエス様と一緒に生きていく、目に見えないイエス様と共に生きていく、そのような人生をお与えくださいますようにお願いいたします。どうぞこの聖書の言葉から思いを背けようとする悪魔の力を打ち砕きます。そして従おうとしないその悪魔のその力から私たちをお守りください。感謝しイエスキリストの皆でお祈りいたします。アーメン。皆さんしばらくお祈りしていきましょう。今日神様に立ち返って、そして新たなエルサレムに戻るというか、神に立ち返る一歩を踏み出してください。今日の皆さんの祈りが、今日の皆さんの決断が皆さんを祝福します。しばらく声を出して皆さんで祈っていきましょう。お願いします。みんな裏切ったその弟子たちを許して、そして近づいて一人一人の信仰を回復してくださいました。人間であればとっくに破門しているはずです。しかしイエス様は愛です。失敗した人たちを許し、失敗した人たちをもう一度立ち返ることができるようにしてくださいました。今日私たちもそのチャンスがあります。イエス様の名前します。どうぞ改め習慣、私たちを導いてください。私たち人間は単純です。しかし私たち人間は複雑です。神様だけが私たちを本当の意味で正しい道に導いてください。神様をお導きください。次の1週間も、皆さんいろんな毎日忙しい、そしていろんな複雑な仕事、人間関係、試練や、いろんな問題があるかもしれません。皆さん、そして一つお客様に頼りながら、神様の許しと、神様の愛の導きの中で歩いていきますように、主様どうぞ、ください。お願いいたします。この国のリーダーであるベスト大臣はお導きくださいました。また上に立つ全ての指導者たちを皆さん覚えてください。統一地方選挙後半戦が始まりました。今日告示され、今週選挙戦が行われます。良き議員たちが選ばれますようにお願いします。5月1日に天皇陛下が新しく即位されます。皆様お願いいたし、君としまた神様、あなたを知ることができる皇室一部のうちに神の愛が注がれるようにお願いいたします。すべての人たちに神様の愛が注がれますように、今日病気が癒されますように、今日問題が解決しますように、神様の力が今日私たちまでの味方に注がれますように、この中になります。イエス様愛します。ありがとうございます。今週私たちを用いてください。イエスキリストの皆でお祈りいたします。アーメン。どうぞ皆さん立ち上がってください。献金の準備を、してくださって、そして、12番を賛美しながら献金を捧げていきましょう。12番、見ゆることのみが貧しさ、信仰によって歩むべし、何度もいつまた近づくとも、闇の約束に勝ち、あれべくよ信仰によ。
But it's gonna be a time. ことによってイエス様が十字架で肉を裂き血を流してくださった、そのことをお思い起こす儀式です。皆さん、おとぎ話ではありません。イエス様の死と復活は真実です。そしてそれが私のためであったと聖書は語ります。イエス様の恵みに感謝して、この聖餐に預かってください。そこで祈ります。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリストの十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の恩苦しみを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし共に福音の証に生きるものとさせてください。主キリストイエスの皆で感謝してお祈りをいたします。アメン。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。もう一度祈りをしたいと思います。どうぞ心を合わせてください。恵み深い父なる神様、
あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主キリストイエスの皆で感謝してお祈りを捧げます。アメン。体は中央の近所の中に入っています。あなたは我が神、あなたは我が主、御言葉場所はもう頭の上に手を置いてください。神様が病人に手を置けば病人は癒される。神様は今日目に見えませんけどここに行ってくださいます。祈ります。天のお父様、ありがとうございます。あなたの御子イエスキリストはエブル13に書いてあるように昨日も今日もいつまでも同じです。昨日そしてイニシエのアダムとエバを作られたその神様はこの地上に来られた御子イエス様と同じお方であり、今聖霊としてこの場所に注がれているお方も同じお方です。変わることがないんです。神様、どうぞ一人一人のその全ての病が癒されるように、問題が解決するように、また信仰が回復するようにお願いいたします。流れ人イエスの皆によって命じる。兄弟姉妹から悪魔くれども出て行け。聖霊で満たしてください。あなたの御霊は癒しの御霊であり、また私たちを慰め励ましてください。力です。愛の御霊です。今聖霊で満たしてくださいますようにお願いいたします。どうぞ神様、聖霊で満たしてください。聖霊で溢れさせてください。聖霊で溢れさせてください。聖霊で溢れさせてくださいますように主を祝福してください。お願いいたします。聖霊で溢れさせてください。聖霊で溢れさせてください。聖霊で溢れさせてくださいますように主をお願いいたします。主をお願いいたします。イエスの血潮で洗い清め、雪よりも白く清め、聖霊受けよ。主はあなたの力が満ち溢れるようにお願いいたします。あなたの力が満ち溢れるようにお願いいたします。満ち溢れよ、満ち溢れよ。主はあなたの力に溢れるようになれ。イエス様、あなたの力で溢れさせてください。溢れさせてください。力癒し、神様、あなたの力で溢れさせてください。この新しい1週間も勝利のうちに歩めますように主を祝福してください。祝福してください。
インターネットで礼拝する方々も祝福してください。力を受けよ、あなたの癒しを受けるように、主よ、信仰を持つように、神様、魂が恵まれ、全ての点で恵まれ、健康になるように主を祝福してください。ありがとうございます。あなたは私のお父さんです。そしてイエス様は私のお兄さんです。聖霊は私の助け主です。いつも共にいてくださいことを感謝し、あなたを愛し、イエスの皆でお祈りいたします。アーメン。Oh,
祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。青霧ヶ丘は、我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、集いましたお一人お一人とともに、そのご家族、親族、一同の上に、インターネットで礼拝をされた方々とともに、今も後も、よい限りなくあらんことを。アーメン。アーメン。感謝の拍手を持ってイエス様に栄光を返したいと思います。アレルヤ。アーメン。イエス様を大事にして今週も祝福したい。